最初の妻となったシャウムブル・クリッペ公女エリザベト、1866年、ゴロ・ビルヘルム・フォン・ハーナウントツーホロビッツは、最後のヘッセン選定公、フリードリヒ・ビルヘルム・ウィッセイの三男、ハーナ公。選定公とその身分違いの妻、ゲルトル・デレーマンの間の、第五子、三男として生まれた。兄弟姉妹は1853年に、 母が授けられたハーナウコ夫人の借位に基づく、ハーナウコ氏、子女の身分を有していた。ヘッセン選定公国軍に主管し、選定公国が1866年に消滅した時点で陸軍少佐にまで上っていた。選定公国が1866年にプロイセン王国領に併合されると、オーストリアに亡命した父に従い、二重帝国軍の予備役主官となる。 ビルヘルムは芸術に関心が深く、ハーナウ公爵家の家族世襲財産を相続すると、ホロビッツ城に付属庭園を造営した。庭園には彫刻家、ハインリヒナターの彫刻作品群が配置され、その中にはビルヘルムの父選定校の記念像も含まれていた。庭園内の立像彫刻群は、ビルヘルムが系統していたリヒャルトワーグナーのオペラ作品の登場人物を、 か切ったものである。1866年1月29日にフランクフルトアムマインにおいてシャウムブルクリッペコーゲオルクビルヘルムの末娘エリーザベトと結婚した。この結婚は自分たちの帰遷結婚によって生まれたために血統上の歌手のある息子や娘たちを統治者の身分を有する君公の子女と縁組させようと奔走していた両親にとって初めての そして唯一実現した、君公家門との縁組であった。エリーザベとの長兄アドルフ・ゲオルク公は、ハーナー公爵家との縁組は身分不相応だとして、この結婚には反対であった。1866年夏、選定公国の崩壊により、この結婚の政治同盟的な意義が完全に失われると、二人は1868年4月22日に婚姻を解消した。 1890年5月12日に、バウゼン郊外のデーベルキッズにおいて、白爵令状、エリーザベトツアリッペバイセンフェルトと再婚した。1889年に、子供のない時系モーリッツが死ぬと、ハーナー公爵家の家督と、家族世襲財産を相続したが、自身にも子供がおらず、弟のカールが、相続人となった。ありがとうございます。